いろいろなところで挙げられているのは、硬い筋肉に対してしっかりとストレッチをしましょう。そんな話をされている方がめちゃめちゃ多いんですけれども、実はですね、固まっている筋肉に伸ばす刺激というのは逆効果になることがあるんです。皆さん、こんにちは。猫背専門チャンネル、猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。前回ですね、猫背の中でも反り腰猫背の存在をフューチャーさせていただきました。そしてその反り腰猫背において腸腰筋という筋肉がですね、実はめちゃめちゃ重要だよっていう話をさせていただきまして、その腸腰筋の柔軟性を高めて、かつ使えるようにしていく、そんなセルフケアの方法を今日はお伝えしていきます。筋肉の柔軟性を語る上で大事な要素が2つあるんですね。1つ目は筋肉が緊張している状態。これはこわばってしまっていて、ぐーっと筋肉を自分自身で固めてしまっているような状態、これがいわゆる筋緊張と言われるものです。もう一つが短縮、短くなってしまっている状態。これは常に筋肉が短い状態、筋肉のついている場所同士が近くなっていて、これ以上もう伸ばしても伸びないよっていう風な状態が続いている。それによって筋肉がもうこの長さでですね、短縮してしまっているパターンっていうのがあって、これらは混在していることというのが非常に多いので、筋緊張と短縮、どちらが大きな要素を担っているのか、これをしっかりと見極めてアプローチしていくことが重要になるんです。筋肉の緊張、筋緊張の場合はですね、姿勢を変えることで容易に筋肉が柔らかくなっていったり、そんなことが筋緊張の特徴としてあります。逆に筋の短縮、短くなってしまっているものは、どんな姿勢になろうが短縮い、短くなってしまっている状態というのは変わらないので、そういったことが実は見極める要素になっていきます。例えば立っている状態では重力に対してバランスを取ろうとして筋肉が緊張しやすい姿勢になります。逆に寝ている状態の場合というのは、筋肉が比較的緩みやすい、弛緩しやすい状態ですね。筋緊張が低くなりやすい姿勢なので、その状態でも柔軟性の低下というのが変わらない場合は、筋肉が短縮している可能性というのが比較的大きいというふうに言われています。はい、まず柔軟性解消に対してアプローチしていくときは、筋の短縮ではなく筋緊張の緩和からアプローチをしていくのが鉄則だというふうに言われています。まずですね、今日は2つの硬さの異なるゴムバンドをご用意いたしました。赤はぐーっと伸ばしてもなかなか伸びにくい硬いタイプのゴムバンドです。逆にこの黄緑は引っ張ればしっかりと伸びるタイプの柔らかいタイプのゴムバンドになります。見た目は同じ長さですが、こちら側の方がですね、柔軟性が高くていろんな動きにも対応できる、いわゆる筋肉でいうと優れている状態になりますね。この柔軟性が低下している硬い筋肉に対してぐーっと伸ばすようなストレッチを無理やり行うとですね、痛みを生じたり筋肉が炎症を起こしてしまう可能性があります。また防御的にぐーっと体が緊張を高めてしまい、伸ばそうと思っているものが伸ばせない状況になってしまうことというのがあります。ここで一つ発想の転換です。凝り固まってしまって伸びないものを緩めようと思ったら皆さんどうしますか？はい、ちょっとシンキングタイムです。はい、そうです。ここのついている場所を近づけることによって筋肉に緩みが生まれるんですね。はい、凝り固まってるのを伸ばすのではなく逆に縮めることで緩みを出そう、こんなアプローチ方法が実はあるんです。この緩んでいる姿勢のポジションを取ることで、実はですね、脳がこの筋肉は緩んでても大丈夫なんだなっていう錯覚を起こすんですね。はい、それによって筋肉の緊張を落とすことができるんです。それによって先ほどよりも少しだけ伸びやすい状態の筋肉になっていきます。この後にしっかりとストレッチをかけていったり動きを出していくことによって筋肉がいい状態でストレッチをしていって体が変わっていく、そんな手順を踏んでいただくと
こまで体を痛めることなく自然といい状態に変化していくことができます。それでは腸腰筋の柔軟性を高めてちゃんと使える状態にしていく、そんなセルフケアのエクササイズをお伝えします。まずやった前後での状態変化を知るためにその場で足踏みをまずしてみてください。そして続いて屈伸運動でしゃがんでみてください。今度は前屈の運動です。前屈、後屈、前屈、後屈ですね。こんなのも変化していきます。あとは体のねじれ、これもどう変化していくかを感じてみてください。それでは実際に簡単なセルフエクササイズをお伝えしていきます。方法は簡単です。腸腰筋を軽く大圧少し押した状態でこのようにお辞儀動作を繰り返すだけです。腸腰筋を大圧軽く押した状態でお辞儀動作を繰り返す。たったこれだけで体の状態が変わっていきます。それでは押さえるべきポイントをお伝えします。まずは手のひらを太ももの前にこのようにあてがってください。高さはまあだいたい骨盤ぐらいの高さですねに置いていただいたら、内側にスルスルスルっと寄せるとくぼみがあるのでそこにまず手をあてがっていただいて、その手を保持したままお尻を押し出すようにちょっとお辞儀をしてもらいます。したら今触れている手をちょっとだけ上に上げると突き当たりにぶつかるかなと思いますので、そこをですね軽くぐーっと背中側に押すような感じで押さえたまんま、このお尻を後ろに突き出しながら前屈する動作というのを繰り返していきましょう。ではですね、まず皆さん10回一緒にやっていこうと思いますので、先ほどのポジションをチェックして押してみてください。それでは10回一緒にいきましょう。1、2回目、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ぐりと手を離しましょう。それではですね、一番最初にチェックした足踏みの運動、そして屈伸の運動、前屈の運動、後屈の運動、そして体のねじりの運動、いかがでしょうか。たったこの数秒のセルフケアで変わった方が多くいらっしゃったんじゃないかなと思います。これはですね、先ほどお伝えした筋肉の短縮ではなくて緊張を緩めるようなワークになります。現代ではこの短縮よりも筋肉がこわばっている、緊張している状態で反り腰になってしまっている方というのが多くいらっしゃいます。この筋の緊張に関しては簡単なセルフエクササイズを行うことで一瞬で体を変えていくことができるようなものになっていますので、ぜひ、座りすぎたなと思ったりちょっと体がこわばってるなという時は先ほどのポジションに手を当てて何度かお辞儀のワークをしていただくと、すぐに体が元のいい状態に戻っていく、リセットすることができるんですね。筋肉の緊張をほぐした後は今度はですね、しっかりとストレッチをして筋の短縮に対してのアプローチをしていくことが重要になります。はい、ここからは大腰筋と腸骨筋のストレッチ方法について解説をしていきます。このように両膝立ちの状態から一歩足を前に出します。そうしましたらこのまま体の位置をまっすぐを保ったまま重心を前に持っていきましょう。そうすると前のこの辺の筋肉がしっかりと伸びているのを感じられるのではないでしょうか。この状態で20秒キープしましょう。この時に体が前傾をしてしまったり腰が反ってしまうとなかなか大腰筋腸骨筋が伸びにくくなっていくので、
骨盤をしっかりと起こしておくように意識をしてください。はい、結構です。では足を戻していただいたら反対の足を前に出して、この状態から重心を前に体重をかけていきます。同様に骨盤はしっかりと起こしておくように意識をしてください。体が前傾したり腰が反ったりしないように、この状態でしっかりとキープをしていきます。それではゆっくりと足の位置を戻します。2セット目はここに上半身の動きを加えていきましょう。足を一歩前に出していただいたら手をバンザイをしていきましょう。同じく20秒間キープしていきましょう。この時も腰は反らないようにしっかりと意識をしていきます。はい、結構です。では前に出ている足を後ろの足に捉えるように戻しましょう。反対足を上げていきます。ではゆっくりとバンザイをして、後ろ足の前の筋肉をしっかりと伸ばしていきましょう。腰が反らないように、体の位置が前に行かないようにしっかりと手をバンザイしながら背筋を伸ばしていきましょう。はい、OK です。ではゆっくりと下ろして足の位置を加えていきましょう。はい、それではですね、また実施してみてのチェックをしようと思います。まずはその場で足踏み、そして屈伸ですね。そして今度は前屈です。前屈、そして後屈です。あとは体のねじれですね。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、腸腰筋の筋緊張を緩和させる簡単なセルフエクササイズ、そして腸腰筋の短縮に対してですね、ストレッチをかけていきながら引き伸ばしていく枠ですね、この2つを紹介させていただきました。ぜひ2つ実施していただくことでより効果が倍増していきますので、ぜひですね、一緒にやっていただくことをお勧めします。今日の動画が参考になったよという方はぜひ高評価ボタンを、そして引き続き猫背に対する健康情報を配信していきますので、お見逃しのないようにぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それでは今日はここまでにします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。